バランティーヌ・ビスコンティは、オルレアン公ルイ・ド・バロワの日。イタリア5名、バレンティーナ・ビスコンティ。ミラノ公ジャン・ガレアッツォ・ビスコンティと、その最初の妻イザベル・ド・フランスの娘として、ミラノで生まれた。イザベルは、フランス王ジャン2世の娘であり、オルレアン公ルイは、バランティーヌの母方の重帝であった。シャルル6世の宮廷で陰謀を企てたとして、 王妃ザボード・バビエールに疎まれ、サンポルから逃げ、パリから離れなければならなかった。バランティーヌは、詩人ウスタッシュでシャンプのパトロンとなり、死を捧げられた。自身の長男にシャルルも、詩人として巧妙になった。夫類が、バランティーヌと自身の共通の重体である、ブルゴーニュ・コージャンに暗殺された一年後に、ブロワで死んだ。 シャルルの息子フランス王ルイ12世はバランティーヌの血筋を根拠にビスコンティ家の継承権を主張してイタリア戦争を引き起こした。他、4男2女は溶接した。ありがとうございます。